あんたならまずどこに行く？あんた歴史が好きそうだ。うん、な、いつに飛ぶ？南北戦争の時代か？古代ローマ？勘弁しろ。2001年12月8日。なんで？いや、違う。84年3月17日。初めて賄賂を受け取った日だ。その後未来に行く。ある人たちの10年先の様子を確認したい。平穏に暮らしているか。あんたは。簡単だ。1965年5月10日、投資家のウォーレン・バフェットがバークシャー・ハサウェイを買収した日だ。それで残った100万の半分を俺がもらい、その50万をバークシャーに投資して現在に戻ってくる。そうすれば俺は億万長者だ。一丁長者って言い方ある？金だけか、願いは。他に何が？変えたい過去はないか？もう行こう。